はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。ちょっと動画の間隔空いちゃいましたね。その間すごいプロジェクトに参加していました。てか今もしてるんですけども、まあね、これは楽しいことなので、そのうち皆さんにも発表できると思います。ちょっとねまだ言えないんですけども、楽しみにしといてください。ということで、今日はついにあの男が帰ってくるということでですね、はい、皆さん、まあ、当たり前のように知ってると思うんですが、次の7月場所名古屋にてですね、朝乃山が復活します。イエーイ。はい、朝乃山復活ということでですね、今日はね朝乃山大関から3段目まで転落するんですけども、その朝乃山が復活して、そして大関まで戻ってこれる、いやその一つ上まで行けるかもしれないというね、3つの理由をねちょっと僕なりに考えてきたのでご紹介したいと思います。さあ、まずは朝乃山のことをざっくりを振り返ります。はい、朝乃山1年前の2021年5月場所にね、まあ、当時大関、横綱に次ぐ大関、人間の最高位にいたんですが、ただね、新型コロナウイルスのガイドライン違反と、まあそれを隠蔽しようとしたということで、1年のね、謹慎を食らってしまったとね、まあそういうことなんですよね。で、2021年の7月から1年なので、次の7月場所からやっと復帰できると。まあ僕がね、想像できないぐらい大変だったと思うんですが、そして年齢的にもね、27、8、僕の一つ下なので、石橋くんは、まあそのプレイヤーとしてはね、なかなかベストな時期に強制的に出場停止を食らってしまったという、まあそれは痛いんですがね、ただそれでも期待できる3つの理由ということで、まずは一つ目、行ってみましょう。朝乃山が大関に復活できる、その理由、一つ目がですね、朝乃山の大関時代の成績にありますね。はい、朝乃山ね、大関時代不祥事発覚で休場、途中休場した場所も含めて6場所にね、まあ、出場しています。まあ、さらに謹慎中に1場所あるんで7場所なんですけど、まあ、6場所と実質、そしてその間解禁した4場所全てでね2桁勝利10勝以上上げているんですよね。10勝2回、11勝と12勝が1回ずつということで、まあ、とてもね安定した成績を残してる。全部出た場所はね大体10勝11勝12勝のどれかをしているということなんですよね。うん、不祥事が発覚した場所も出場した期間は7勝4敗と、まあ、白星先行していました。まあ、その後後半戦もあったということで、2桁勝利の可能性っていうのはね、まあ、大いにあったということで、力、実力というものは、まあ、大関に言うのはとても失礼なんですが、まあ、その大関陣の中でも、特に最近の大関陣の中ではとてもね安定していたということで、その当時のね大関陣と比べても、まあ、かなりね優秀だったということですね。これがね朝乃山が復活できる一つ目の理由。何しろ朝乃山ね、まあ、怪我してね落ちたわけじゃないので、この力がまあそのまま残っていると考えて、これをね一つ目の理由としました。さあ、そして二つ目の理由、これが不祥事力士の謹慎明けの成績にあります。朝乃山の他にも阿炎龍電という二人がね元幕内力士だったんですけども、不祥事発覚してそれぞれ長期の謹慎を食らってしまいましたが、その謹慎明けの成績がねとても良いと。竜電はね幕下下位から復帰して2場所で、まあ、関取に返り咲き、まあ、この辺はね元幕内力士はね当たり前のように復帰し、ただそして関取復帰の場所は十両優勝を果たしていますということで、まあ、元幕内力士ということを考えれば当然なのかもしれないですが、とはいえねそんな簡単に優勝できるものでもないので、まあ、いい成績を残している。そして先場所も勝ち越して幕内復帰も視野に捉えていると、まあ、そういうことですね。そして阿炎もね最初の謹慎力士だったんですけども、幕下下位から連続優勝で関取に復帰します。そしてその後はさらに十両ね好成績で2場所で突破、幕内でも2場所連続で12勝を挙げ、
一気に自己最高位の関脇に昇進しているということで、まあ記憶に新しいですね。阿炎も顕著に謹慎明け後はいい成績を残していると。まあ先場所はね、関脇で惜しくも7-8で負け越してしまったんですが、それでもね、まあ確実に強くなってますよね。その以前の阿炎よりも強くなっていることは、まあ相撲を見ている皆さんならご存知だと思います。これっていうのはまあいいデータなのかなと思っていて、これ朝乃山も期待できますよね。僕もね、ある知り合いの力士に聞いたんですけど、この人はまあ禁止明けではないんですが、まあ、コロナ禍でいろいろなんか外に出ることができなくなっていたと、まあ、その期間、まあ、稽古しかすることがないで、外にも遊びに行けないから、まあ、稽古終わったら体を治すと、まあ、そういうことでね、稽古がしっかりできて、まあ、とても力がついたらしいんですよ、その人曰く。まあ、確かにこの1年外出はできたとは思うんですが、まあ、ただやっぱりいろんな面でね、難しかったと思うんですよ。となるとやはり稽古していたと、はい、こう考えるとね、朝乃山復帰後にいや、とんでもなく強くなってる可能性あるんじゃないかなと、はい、そういうふうに思いました。これがね、2つ目の理由です。さあ、そして3つ目、最後の理由がですね、朝乃若のコメントですね。はい、高砂部屋には朝乃山の弟弟子にあたるね、朝乃若という力士がいます。今重量ですね、はい、この力士、まあ、なかなか強い伸び盛りなんですが、まあ、この力士のね、まあ、コメント、これが決め手ですね。最後の理由、歯が立たない、復帰が近づくにつれて元気も出てきているし楽しみだし応援していると、まあ、このようにコメントしています。うん、朝乃若が言うんだったらこれはもう期待できるでしょ。はい、近くで誰よりも、誰よりもか分かんないけど、かなり近い存在で稽古もしている朝乃若が、歯が立たず、そしてね、元気が出てきているし、さらに応援していると、はい、まあ、ここまで言うならね、俺たちも応援しようよと、楽しみにしようよと、期待しようよと、はい、そういうことですね。さあ、これが以上3つの理由になります。最後の1つはね、まあ、僕の願望も込みなんですけども、やっぱりね、復活して頑張ってほしい。まあ強さはね、やっぱり間違いないと。うん、そして怪我もない。まああってもこの1年でやっぱ大きな怪我っていうのは癒えてるとは思うんですよね。やっぱあとはね、精神面、心の問題、まあ一番重要なとこではありますよね。ここが整えばね、全然大関復帰あると思います。というかしてほしい。うん、スタートが3段目っていうのもいいかもしれないですね。やはり1年空くっていうとすごい緊張すると思うんですよね、ブランクがあって。ただそこで幕下の上位とかだとね、逆にやっぱ強いから、言っても元大関すごい強いと言っても1年ぶりだとちょっとね、不安が出るかもしれないんですが、まあ、3段目にはどうしたって負けないんじゃないかな、1年あったとしても。なので、まあ、3段目でね、しっかり全勝して優勝して、こうなんかね、気持ちを盛り上げてというか、その戦闘モードに戻して、で復活してほしいなと思いますね。まあ師匠のね、高砂親方も変わってきていると、まあ、そういう風に話してますし、いやこれはね、大関、朝乃山、そして横綱、うん、まあちょっとこれは言わないでおきます。ただすごい期待している人がここに一人いるよと、はい、そういう話です。皆さんはどう考えますか？復活できる、できない、いや、してほしい、してほしくない、してほしくないはいないか。はい、ということで今日は終わります。アディオス。